帝国劇場前のダフ屋行為を禁じる刑事ダフ屋とは、いわゆる転売屋の一種で、乗車券、入場券や観覧券などを転売目的で入手し、チケット類を買えなかった人や買いたい人に、法外な高額で売りつけるものまたは業者のこと。ダフ屋が、チケット類を不正に売りさばいたり、売りさばこうとする行為をダフ屋行為という。ダフという言葉は、 チケット類を意味する、札を逆にした統合である。コンサートやスポーツ大会などのチケットが SNS などで転売され、それをめぐるトラブルが急増している。代金を振り込んだがチケットが届かないといった相談が、全国の消費生活センターなどに相次いでいる。国民生活センターによると、チケット転売に関する相談は、2018年度は2076件と、 前年17年度の約2.4倍。19年度も7月末時点で1813件と昨年度に迫る。個人間の取引の場合、売り主と連絡がつかない限り、被害救済は難しい。チケット類を転売目的で購入し、またはチケット類を公衆に転売することは、基本的には犯罪であり、各種法令の適用により検挙。 逮捕の事例が多くある。迷惑防止条例2009年時点で47都道府県中40都道府県の迷惑防止条例で、ダフや行為は禁止されており、次の2つの行為のいずれかを行うと、ダフや行為として刑事罰の対象となる。ダフや行為を処罰する条例を制定していないのは7県である。ただしそのような地方においても、 物価統制令を根拠に取り締まりを行った事例がある。犯罪の罰則は都道府県によって幅があり、おおむね非常周判と常習犯とで掲重を分けており、5万円、10万円、20万円、50万円以下の罰金、1年、6ヶ月、3ヶ月以下の懲役、または20万円、30万円、50万円、100万円以下の罰金などの規定される。 ダフや行為が禁じられたのは、戦後の食糧難の時代において、配給券の買い占め行為が存在し、放置しておいてはそれによるが死者が出る恐れがあったため、時代の要請として緊急に取り締まる必要があったことが契機である。また、東京都で最初に迷惑防止条例が制定され、ダフや行為規制が盛り込まれた1962年、当時は、 暴力団の資金源を断つ目的のほか、ダフ屋による付きまといや押し売りなどのグレンタイによる不良行為が問題となっており、その排除が大きな目的の一つに挙げられていた。かつては、ダフ屋は暴力団の関係者が多いとされたが、インターネットの普及により、一般人がチケット類を大量に購入して、インターネットオークションで高額で売りさばく例が増加している。 暴力団の関係者ではない一般人のダフ屋を指して、白ダフのダフ屋という言葉から、とも呼ばれる。物価統制令物価統制令、第9条のに及び、第10条では、不当に高価なまたは、暴利となるべき価格によって、売買の契約をし、または、売買により、金銭を支払い、または受領することを禁じており、違反すると、同法第34条により、 10年以下の懲役、または500万円以下の罰金に処されることとなっている。迷惑防止条例等と異なり、客体の限定すらなく、一見すると、資本主義、自由主義経済に矛盾する規定とも受け取られかねないが、1957年の事件において、ダフヤと名指しして処断した、最高裁判例が存在する。物価統制令では売買の買い方も、 処罰の対象となる。1997年時点で、ダフ屋行為を処罰する条例がなかった京都府において、物価統制令の適用による取り締まり事例が存在する。古物営業法ダフ屋が、古物営業許可を取得せずに大量、反復継続して古物たるチケット類を転売買していたところ、古物営業法違反で逮捕された事例がある。 金券ショップはすべて営業許可を取得している。詐欺罪チケット購入時の規約に違反して、チケットを転売目的で購入したものに対し詐欺罪を適用して検挙した事例がある。また、サービス利用の際に、チケット類とともに会員証や本人確認書類の提示を求められる場合には、他人の会員証や本人確認書類を使用すれば、詐欺罪に該当する。 会員証や本人確認書類が申請ではなく偽造、変造したものであれば文書偽造の罪にも該当する。特定工業入場券の不正転売の禁止等による工業入場券の適正な流通の確保に関する法律条例による取り締まりでは罰則もバラバラであったので2020年東京オリンピック等を念頭に全国一律に処罰する。 法案を2018年6月に超党派の議員立法により第196回国会への提出が検討された。この時は提出には至らなかったが次の第197回国会において衆議院において文部科学委員長提出の法案として2018年11月30日に提出2018年12月4日に衆議院で12月8日に 参議院でともに、全会一致で可決、成立し、12月14日法律第103号として、交付された。不足第1条の規定により、交付の日から起算して6月を経過した日から施行する、となっているため、2019年6月14日から、施行された。対象としては、日本国内の工業入場券に限定している。 日時及び場所が指定されたものであって、入場資格者、または座席が指定されたものを特定工業入場券とする。工業主の事前の同意を得ない特定工業入場券の号として行う優勝譲渡であって、工業主等の当該特定工業入場券の販売価格を超える価格を、その販売価格とするものを特定工業入場券の不正転売と規定している。 特定工業入場券の不正転売をし、または特定工業入場券の不正転売を目的として、特定工業入場券を譲り受けた者は、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金に処し、またはこれを閉化する。打フや規制条例等と異なり、転売目的でチケットを入手したことを立証する、必要はなく、また低下を1円でも超える額であれば、 規制対象となる。また逆に、ボット等の不自然な手段を使用して、チケットを入手した場合、不正転売を目的とした譲り受けと判断されうる。この法律によると、以下のものはこの法律の対象外となる予定だが、従来のダフや規制条例等による取締りや、詐欺罪、文書偽造罪等としての検挙対象となる。 さらに、転売目的でチケットを入手すること自体を詐欺罪として検挙する傾向もある。詐欺罪の法定刑は10年以下の懲役とこの法律の罪よりも重く、文書偽造の罪も客体によるが概ねこの法律の罪よりも重い。その他の法令販売形態によっては特定商取引法に定触する場合もある。 チケット等の買い方が、売り方が不正転売をしているものと認識していた場合には、買い方が、当品等優勝譲り受け罪にあたる可能性もある。特定工業入場券の不正転売の禁止等による、工業入場券の適正な流通の確保に関する法律施行後における特定工業入場券の高額転売では、その購入価格だけをもって、買い方が 売り方が不正転売をしているものと認識していたとされる可能性もある。ダフ屋からチケット類を購入した者が身分証明書を偽造、変造して行使し、検挙や逮捕される事例が出ている。購入者側ではなく、ダフ屋側が不正入場に便宜を図る目的で身分証明書を偽造、変造し、転売チケットの購入者に行使させる事例もある。 購入チケット類の名義の本人確認のために運営側が身分証明書等による確認を現場で行うケースがあるがその際に偽造、変造をした身分証明書を提示すれば誘引公文書偽造罪、同変造罪、同行死罪などの文書偽造の罪に問われるインターネットオークション等インターネットオークションやチケット転売サイト等においてチケット類を出品する場合は 転売目的や営業性、反復継続性によっては、各種法令の適用により検挙、逮捕される事例がある。ネットオークション等を利用したダフや行為の逮捕として、以下の例がある。インターネットオークション等が、公衆の場に該当するかどうかは定まった見解が、存在しないため、迷惑防止条例の、転売目的で、チケット類を公衆に対して発売する場所において、 購入することが適用されたものである。無料券有料で販売されているチケット類に絡むダフや行為として取り締まられているが、整理券や予約券のように無料で受け取った場合は、不特定の人に転売する目的でチケット等の購入することのチケット等の購入に該当しないため、転売目的でチケット類を公衆に対して発売する場所において、 購入することで取り締まることができず、公衆の場でチケット類を他社に転売することに該当しない限りは取り締まりができないという問題がある。これ以降に同様の例はたびたび似たようなケースも見られるようになっている。このような状況に対して警視庁幹部筋は新しく法律を作る必要があるとしている。ただし、もともとは無料券であっても、 金券ショップで購入して転売した場合は、転売目的で、チケット類を公衆に対して発売する場所において、購入することに該当して、取締りの対象となる。もともとは、無料券だったダフや行為の逮捕としては、以下の例がある。州法では少なくとも30以上の州に、チケット転売規制の法令がある。イングランドとウェールズでは、刑事司法を呼び、 公共秩序法により、工業主から権限を与えられていない者が、政府が指定したサッカーの試合のチケットを販売することが禁止されている。2012年ロンドンオリンピック2012年ロンドンパラリンピックの際には、ロンドンオリンピックパラリンピック法が定められ、大会組織委員会から権限を与えられた場合を除き、チケットの販売等、を公共の場所でまたは、 業として行うことが禁止された。フランスでは19、1919年から公的な補助金または優遇措置を受けている、工業のチケットを額面より高く販売することを禁じる法律が定められている。2012年には、刑法が改正され、スポーツや文化等のチケットを、権限なく、常習的に販売すること等が禁止されている。 e プラスではボットによる大量アクセスでチケットを買い占める業者により被害を受けていたため購入サイトのボット対策を徹底した結果業者による大量購入がほぼ不可能になったまた不正な手段でアクセスを行う業者のデータを捜査機関に提出することで業者の摘発にもつながっているチケットの利用規約で転売を禁止し生体認証や IC チップなどによる本人確認を行う例がある。ダフ屋行為に対応するために、施設側がチケットの転売を禁止する方針を発表し、チケット購入に際して使用したクレジットカードなどで購入者と来場者が同じであることを確認するなどのダフ屋対策である。生体認証では顔認証システムを活用してチケット購入者本人が来場しているかどうか、 確認することもある。2014年に、桃色クローバー Z が、エンタテインメントの入場管理において、世界で、初めて導入。NEC の顔認証システム、ネオファースを用いて、チケット購入時に顔写真を登録、会場入り口で、顔認証し、チケットを発見する。他のアーティストにも広がりつつあり、ビーズ福山正春、ミスターチルドレン ベビーメタルが一部のコンサートなどに使われている。高額転売を防止するため、額面科学を原則とする公式転売サイトが設置されることがある。ウェブサイト上で購入を済ませたものに対して URL を送付し、そこで表示されたスマートフォンの画面をチケットとする電子チケットがある。ありがとうございます。